こんにちは。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。いつぶりですかね。ルマンの前ぶりですね。あ、もう遠い昔ですね。はるか昔。本当ですね。お元気にしてらっしゃいました。昨日お会いしましたよね。いや、会いましたけど。いや、その時は聞けてなかったから。うん、まあかなり元気ってとこですね。それはないよりですね。そうですか。髪の毛より肌の方がお黒いように思われますが、基本的にね、今年あのルマン行ったじゃないですか、うん、あのすごい暑かったんですよ、うん、おかしいだろうっていうぐらい、最高気温35度みたいな、うん、6月のフランスでなくない？ないですね、うん、いつもだいたいこうなんかスウェット1枚羽織るものいるよねみたいな、肌寒いイメージですもんね。なのに雨が降ったりみたいな。そうでね、夜はねそれなりに下がるんだけど、昼間が超絶暑い、風邪ひくパターンの天気ですね。そう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 。でそんなこんなで、ちょっとあ金曜違う木曜の走り出しから、ん木曜じゃないな水曜かの走り出しから2時間コースサイドに行ってたんですけど、そこで下地が出来上がりその後の鈴鹿鈴鹿でこの色になりました。お疲れ様です。まあ見えてないんであれですけど、そんなことはいいんですよ。はい、はい、今週もですね紹介するものがたくさんあるので、まずこれからお願いします。 あれ言いますね。あ、なんだ、あタイトルコール、あそうだ忘れてたよ、はい、みなせっきーの金ポイントです。そのうちエンディングで言うようになるんじゃないかな。忘れてそう、はい、でこれですよね、はい、じゃじゃん、今週の新刊紹介です。今週はですね、ちょっとそれ山ごと見せてごらんなさいよ。ドカッと、はい、もう本棚できんじゃねえかみたいな勢いなので、チャッチャがいきますよ。いきます。まあ、チャッチャがちょっと行きづらいというか、もうどれもこれもびっしり紹介したいので、濃厚すぎてチャッチャが行きづらいけど、うん、チャッチャかめに、はい、チャッチャがする努力をしましょう。じゃあこれから、はい、じゃじゃん、オートスポーツ2017年7月21日号です。はい、オートスポーツウェブでも予告をいたしましたが、表紙はジェンソン・バトン選手と小林カムイ選手です。はい、なんとも豪華ですね。そしてこう長年 F1 を見てきた身からするとなんかすげえなって思っちゃう表紙です ね、なんか何頭身と何頭身なのかが気になりますけどね。そこはあの本人に言ってください。はい、というわけでですね、鈴鹿公式テストで、取材いたしましたバトン選手と小林カムイ選手の対談でございます、はい、が載ってます。載っております、読みましたら結構面白いです。結構面白いです。はい、あの F1 好きの人もぜひ読んでほしいですね。うん、はい、あの私ここ読んじゃった。なんだ急に。お金事情。まあ、F1 の話から先に行くとですね、途中ですね F1 のお金事情、まあいろいろ気になる人多いと思うんですけどっていうページがありますんで、ちょっちらっとちらっとちらっと、はい、なんとかなんとかで F1 ドライバー禁断の年俸ランキングとかなんか気になりますよね。見ちゃいました。はい、誰が一番稼いでるのかなと。それは買ってからのお楽しみで。はい、さらにですねバトンカムイ対談に続きですね、はい、スーパー GT、前半戦てんこ盛りで、うん、お届けしております。第1戦から第2戦、はい、第3戦と、はい、ちょっとその1個前のページ、はい、前半戦を席巻したのは NSX のじりって書いてますね。どういうことなのかと、これはまあ読んでのお楽しみということでですね、その他にもですね、序盤参戦事件簿的な、うん、ところもありましてですね、 GT500 も300も、これからの中盤3連戦に向けてですね、ぜひ予習復習していただきたい内容となっております。結構面白いですね。はい、私が言ってたルマン24時間についてもちょっとレビュー的なものは載っております。はい、このね、あとそうジェームスのねちょっとかっこいいインタビューもあり、ちょっと思ったんですけど、はい、ジェームスのかっこいいインタビューあるじゃないですか。はい、こうなんかジェームス最近モデルですよね、完全に職業。職業モデル。職業モデル。なんかかっこいいなって思って、
次のページの中山選手見たらなんかあ日本人だなって思っちゃったまあいい意味でも悪い意味でもね、はい、うん、ジェームスの撮影はこの界隈で行われました。駅の前ですね。そうですね、新宿駅周辺ですね。駅の名前が書いてある、うん、立ってるだけなのに絵になりますね。なんかイラッとしますよね。立ってるだけで絵になるのとめっちゃ決めてる中山選手、うん、それはまたゆうちくんがね、それも素敵な魅力です。いい、はい、読み物もたっぷりございます、うん、はい、ルマンからの、はい、うん、まあ端的に言うと今週号、今回の号も、お腹いっぱいです。はあ、お腹いっぱい。はい、になります。続いて。はい。あ、7日発売。はい、です。はい。です。7月7日。はい。全然ちっちゃい出てないね。ですね。はい、続いて。じゃじゃん。F1 速報第8戦、アルゼンバイン、アゼルバインジャン。第、うん、はい。じゃじゃん、F1 速報第8戦アゼルバイジャングランプリ号です。はい、よく言いましたちょっと一時期こうなんか前のナビゲーターの嫌なこう思い出が蘇ってきたんですけど大丈夫でしたね、さすがに。はい、というわけで、揉めに揉めております、いまだに。はい、接触多数大波乱、勝ったのは真ん中のその人、笑顔が可愛い、はい、彼です。で、いまだに揉めてるのがそのリカルドの左右にいる人たちみたいな感じでございますですよ。アゼルバイジャン一回行ってみたいですけどね。ね、はい、どうなんですかね、うん、まあ、市街地コースならではといいますか、なんといいますか、うん、はい、さらにですね、気になる2018年ストーブリーグ情報なんかもちょっともう触れ始めちゃったりしてますよ。まだこの時期からもうそういう話題に入ってくるんですね、うん、そろそろやっぱねストーブリーグっていう情報言い方をねやめた方がいい気がしますね、うんうん、ね、全くストーブじゃなくなってるっていうね残留シート損失、残留、残留、移籍、残留、引退、いいよ、うん、とマーキーさんも驚く内容になってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、発売中、発売中です。発売中です。続いて、はい、これいいですね。じゃじゃん、佐藤拓磨勝利への道、インディー500日本人初制覇の日、はい、ムック本と、ムック本です、はい、ムック本となっております。はい、記念すべき一冊ですね。まあ、私出るっていうことを全然知らなかったもんで、なんか編集部にポッと置いてあってちょっとびっくりしたんですけどまあ出るよね、出ますよね、はい、まあそれほど偉大なことですから。日本人のバイブルになるのかな、大げさすぎました今、ちょっと大げさすぎてね、もう拓磨さんが買ったのは遠い昔のように月日の経つのは早いものですが、うん、いまだにやっぱりこう思い出すとね、おーってなる熱い、はい、気持ちになりますね。なりますね。そんなですね、田熊選手のですね、インディ500制覇までをですね、途中もちろんこうレースの中身も載せつつ、関係者の、コメントであるとかもありつつ、田熊選手がインディ出始めてからの全記録とか、うん、いろんなものをですね、ぎっしりと詰め込んでおります、はい、まあ、ファン必見ってやつですよ。アメリカ組の皆さんがジャーナリストさんとか、ああ、写ってますね。コメントが、はい、写真とか、うん、もう1ページ目からね、あれだよね。じゃん。ほら、もうこちらこそありがとうですよ。うん。はい。2017インディー500チャンピオン。はい。いいサインですね。うん。それからですね、はい、レースを盛り上げてくれたガオラ実況組の裏舞台もうちょっと面白かったです、はい、ガオラ見てる人やったら余計楽しめます、ね、いやもう楽しめますよ、キャラを知ってるからこそ、はい、F1 であの実況解説やったらちょっと怒られるんでしょうね、なんだろうね、多分怒られるのかもしれないけど
まあ、個人的にはあの実況組大好きですね。あの時間帯のあの実況組いいですよね。最高ですよ。そんな記念すべき一冊は発売中です。はい、売り切れる前に7日発売。あ、間違えました。7日発売です。はい、売り切れる前にお早めに。はい、お早めに、はい、前のオートスポーツと F 速はすごい人気だった。これでしょ結局は。はい、次、はい、からのじゃじゃん、オートスポーツ別冊フォーミュラワンライフです。ファイルな、あれお、ライフって書いちゃった。ファイルな、フォーミュラワンファイルでした。はい、今回まあ初登場なのかな、スーパー GT ファイルっていうのはありましたけれども、はい、今度はフォーミュラワンファイルですよ。フォーミュラワンファイルです。はい、ライフじゃなかったです。テーマごとにですね、一冊ちょっとぎっしりと、F1 を掘り下げてみようというところでですね、はい、今回のテーマは特集 F1 を作る。ちょっと作ってみようかと。簡単な感じで言いますね。いう話じゃないんですよ。F1 カーといえばもう何億、うん、何十億、うん、何百億と、すごいお金がかかる世界ですけれども、はい、まあ、それができてる世界、作られてる世界とかっていうのはですね、やっぱりあんまり見られないものではあるんですけれども、うん、そこら辺をですね、まあ、ちょっとメカニカルな方向によって、うん、取り上げてるんですけれども、非常に読み物としても面白いです。すごい詳しくなると思います、いろんな F1 について。ちょっと難しそうだけど面白そう。うん、面白いです。確実に2にはもってこいの一冊ですね。はい、いやでもね、結構ね、初心者読んでもこれはいいと思う。本当ですか、読んでみます。はい、うん、一緒に読んでみて、あ、こんなとこでやってるんだ。そう、そういうところもまず絵的に面白いです。絵的にいつも見る光景と違う時点でもう面白いから入ってきますね。うん、そうなんですっていう作りになっております。さらにですね、今 F1 のまあレギュレーションもね、いろいろ揉めてますけど。日焼けマシンかと思った。何、日焼けマシンに見えた。まあ見えるかもしれないね。多分なんか焼くやつでしょ。あ、そういう、いや、よくわかんないな。はい、まあ、それも何なのかが読めばわかる、はい、読めばわかるということで、はい、いろんなね、やっぱヨーロッパのレーシングファクトリーってどれもこれも結構すごくて、そういうのも垣間見えますし、レギュレーションのこととかも、うん、今どうなってんのよというところもよくわかります。ちょっとね、最近 F1 縁遠かったなって人も、あの最新の事情がわかると思うんで、私も読みたいと思います。なんか読みたいページ結構あります。はい、これは読みますね。はい、でちゃっちゃかいけてないんで、はい、次、ヨスの教え、ヨスの教えが読みたい。はい、発売中ですね。はい、続いてラスト。はい、じゃじゃん、ラストじゃないよ、え、まだあるこれ、うん、じゃじゃん。ヤルズパラダイス2017レースクイーンデビュー編です。はい、おなじみギャルパラでございます。新人賞が発表されましたね。はい、今年注目どころの、新人レースクイーンの皆さんをギュッとグラビアが載ってたりと、うん、ちょっとね、俺もまだちゃんと見てないんだな、これ。私もちゃんと見てないんですけど、この1ページに、1ページ目に、はい、特典、特別付録としてこの表紙のメンバーのステッカーが、シールですね、はい、ついてます。おぺちゃぺちゃぺちゃ貼れますよ。貼れますよ、いろんなとこに貼れちゃいますよ。はい、欲しいでしょ。さらにグラビアも見えました。グラビアもちょっと見せてください。グラビア、おお、見せないですよ。なんでよ。ちょっとだけ見せてくださいよ。あ、めっちゃスタイルいいな。もうちょっと、もうちょっと。細いんですよ。キャー。え、細い。足長い。
あ、かわいい。もう完全に読者じゃん、これ。しばらく自由にやっててください。いいですね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 。なんかこの感じいいですね。うん、あ、これ新人大賞の子ですよね。いいですよ。はい、というわけでお墨付きということで。かわいい。はい、普段サーキットで見てるのとまたちょっと違うね、顔がね見えたりもするので、はい、レースクイーンファンのみならずちょっとまあ見てみてください。はいはい、はい、続いて、次もうずっと見そうだから、いいですよ、次。発売中です。はい、これ、はい、何ですか、これは。これはですね、まだ本がちょっと出来上がってないんですけれども、7月12日発売の24時間2017です。それが表紙です。これいわゆる光量子というやつですね。ですね。先ほど編集してる連中は、これを作り上げて精魂突き果てて帰りました。出来上がったばっかり。出来上がったばっかりです、本当に。お疲れ様です。はい、今年のですね、まあ、毎年、出てるんですけども、3A ムックとして、ルマン24時間をですねギュッと掘り下げる、一冊となっております。はい、まあ、今年はですね、勝ちに一度トヨタ、なぜ勝てなかったのかと、トヨタに足りなかったものは何か。はい、まあ、私もちょっと現地で見てていろいろ思うところはありましたけれども、うん、何なのかと。読めばわかる。めっちゃ欲しい。これ中身全部これですか？はい、普通の本は1ページにこう両方にページがあるでしょ、うん、なんで1枚で2ページなんですけど、これは光量子は、1枚1ページなのですごい分厚く感じますが、分かる。これの半分あるってことですか？そうえ、それでも結構分厚くないですか？まあ分厚いは分厚い。うーん、楽しみ。これはどうした？いつ頃出るんですか？12日発売ってさっき言ったでしょ。聞いてなかった。はい、12日か。もちろんですね、レースの、ダイジェストであるとか、うん、さらにですね、今年の LMP1 についての分析、それから LMP2、うん、今年から新しくなったのでそれの解説、うん、さらにですね TMGってあるんですけど、うんうん、ドイツに、森ん？トヨタモータースポーツ GmbH ですよ。あ、TMG。DMG の方じゃない。TMG ね。TMG。はい、そこの潜入記事なんか私なんかもう大変面白く読ませていただきましたけれどもね。はい。ちょっとどうした？いや、悲しい顔してるなと思って。急に止まるのやめてください。それ悲しいですよ。いやでもすごいですよね、 LMP1 何事もなかったマシンなかった、ね、ないです。まあある意味私から言わせていただくと凡戦なんですよ、本当に、うん、ひどいレースだなと思って24時間見てたんですけれども、うん、まあ逆に言えば非常にドラマチックでもあったし、うん、うん、なんかいろいろ考えさせられるレースでした今年は。うん、うん、ルマンの様子が分かる写真であるとかも、載っております。なんか一言一言ネーミングうまいですね。ネーミング、キャッチのこと、キャッチコピーの作り方が、タイトルとか、そう、もうね、それ作った中野さんいろいろ考えてますから、なんかすごい、なんかずっしり読みたくなる感じの、なんて言ったらいいか分かんないや。はい、後でちょっとペラペラ見て、見てみてください。はい、というわけで12日発売です。12日発売です。今年もお腹いっぱい。これを読んだらやっとルマン終われますんで。早く読みたい。これ持って帰っていいですか？ダメです、ダメです。これ読んだらやっと皆さんルマン終われますんで、ぜひチェックしてみてください。そんな。はい。というわけでですよ。はい。あー、疲れた。6冊 ?7 冊 ?2、3、4、5、6。6冊も紹介すると疲れますけれども、とりあえずですね、キーさんも今週末スーパーフォーミュラ富士に登場します、はい、です、パドックをうろうろしてると思うので見かけたらなんて呼べばいいですか？よってよって言ってあげてください。
それからですね、一応予定としては次のスゴーも行く、はい、らしいです。はい、スーパー GT スゴーと再来週末、はい、再来週末のスーパー GT スゴーと今週末のスーパーフォーミュラ富士は行く予定ということで、はい、なんで現場で会ったらよっつって、いやって言ってください。はい、言ってください。それからですね、まあ、GT の予想は次でいいか、いいとして、当てたじゃないですか GT 予想、ちょっと忘れてたと思いますけど、いやそれが、うん、はい、一応ですね褒美がですね来たんですよ、はい、来たんですけど、なんかその手配元がアップデートしたいっていうんで、ちょっと待っててください。なんか分かったかも。いやいや、なんかアップデートしたいらしいんでちょっと待っててください。分かっちゃったかも。いやいやいや、そこは分かっててもさ、ほらあれじゃん。というわけで、また次回お楽しみに。やばー、え、合ってたらやばい。分かんないですけど、うん、アップデートしたいらしい。間違ってたら恥ずかしい。恥ずかしい。というわけで、もう何分これ20分超えですね、はい、じゃあまた次回では、スーパーフォーミュラー現地に行かれる方は現地で、その他の方は何かしらで、ではまた、ありがとうございました。